はい、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。と MH さんが、泣くの秘宝が流れる日からちょっと直前に戸籍の方を、他のね名前から本名、もともとの生まれた時の本名であるみまるはるまに直したっていうことなんですけれども、でこの時本名を戸籍上も直したっていうことは一応あれなのかなと思ってるんですね。今後も例えば独立とかした時に役名を使えなくなってしまったりとかね、ノンさんとかね、そういうふうな感じで使えなくなってしまった時のために、本名を芸名であるみまるはるまるさんに直したんではないか、もう一回ね直したんではないかと思われてたんです、私の中ではね。はい、でその時の名前がなぜ直したのかっていうところを占ってみたいと思います。明日ですかね動画を配信していきたいと思う、ライブをやろうと思います。リクエストです。 MH さんが、6月何が起こったのかっていうことでね、どんな状況だったのか、詳しくはわからないんですけど、カードから読み取れる大体の雰囲気とかを、どういう置かれた状況などを占ってみたいと思いますので、よかったらご参加いただけたらと思います。ちょっとね、ロングのね、ライブもね、できると思います。少し、携帯が変わったので。はい。言ってることとやってることが違う。策略的に行動するっていうカードですね。表立ったこととは、ちょっと違う行動を示している可能性があります。彼自身が。では行きたいと思います。はい、過去からですね。過去は節制のカードですね。リバース、なんか本当にバランスが取れてなかったっていうかね、多分、一方を立たせれば一方が立たないみたいなところがあったりとか、所属していたところとの兼ね合いとかもうまく調和が取れてなかったんではないかなと思うんです。将来的にやはり独立をしたいと思っていて、この長い道のりの先には光が見えるんですけど、その光が見えないような状況になってきてたね。名前使っちゃいけないよとかね、いろいろありますよね。私もやっぱりこう去年の今年の7月の七夕上映のテーム柄門の時、もっと映像っていっぱいあるんじゃないのっていう感じで上げていたんですね。でもし可能であればもっと違う映像、新しい映像を見たいよねっていう風な話をしてたら、なんかのね、関係者、テンガラモンの関係者の方がブログで立ち上げていらっしゃって、本当に著作権とかじゃなくて肖像権の問題で、画像が使えないんだよっていうところがあって、やはりそういう権利っていうのがね、すごく絡み合ってるのではないかなと思います、名前に関してね。はい、
彼が置かれていた状況ですね。その時の状況。名前を変えた時、本名に変えました。ね、本名が違ってたんですよね。奥様、お母様が結婚、再婚されて、再婚されたお名前に変えてらっしゃって、で、彼も本名が、みまる、はるまるから別の名前になってたんですよね。でもやっぱりその名前はどうしても自分旅立つけれどもね、旅立っていくけれども赤い情熱ですね、すごく赤く燃え上がってる情熱なんだけど、やはりその名前はどうしても欲しいなと思っていた。名前を変えて活動することはあんまり考えていなかった。はい、表面情熱心理ストロングス、はい、まあ、高き目標をね掲げて、進んでいたのではないかなと思いますね。彼自身も、うん、そうですね、実際には本当にすごく志高く進んでたんだけれども、そこだけがねこうネックになっていて、なかなかねこうね名前がやっぱり、名前もブランドですよね。ブランドの名前と一緒ですよね。やっぱりそのね、エルメスだったらエルメスとかいう名前があるから、その商品がさらに磨きをかけるわけであって、できればその名前とセットで自分は頑張りたいと思っていたんじゃないかなと思います。はい、もっと深いところの心理、うん、穏やかな男性キングオブカップですね。はい。まあまあその辺も含めて、事務所の偉い方々とかそういうふうな方と話し合いをつけてたのかな、それとも彼自身がそんなに焦って何かをするっていうほどでもなかったのかなと思うんですけども、そんなにね心彼のこれが彼だとしたら心は穏やかであったと思うんですね、深層心理としては、今すぐどうしてもすぐにやらなきゃいけないわけではなかったんだけど、その名前を変えることの結果が出るにはまだ時間があったんじゃないかなって思いますね、はい、それを支援するもの、妨害するもの、はい、やはりこれはやっぱりこう自分誰かに指示されて何かをするんではなくて、自分自身が何かを作り上げたい、自分の意思で何かを作り上げたいっていう風な思いが強まってきたんじゃないかなと思いますね。誰かにこうね傘の中でやりたい仕事ができずにやるよりかは、もっといろんなことに挑戦してみたいなっていう気持ちもあったんじゃないでしょうか。はい、彼の置かれてた状況、はい、ギブアンドテイクですね。あなたはこれやったからこれをやげますよっていう風な、例えばこれがみまるはるまるさんとかだったら、こっちがね、ルノーになんとかの方とかね、そんな感じですね。あなたにはこれをあげますよって言って、で赤札ついてますよね。青色の服、みまる、はるまるカラーとなっています。青色の服、そこの青色の服の中にはポケットに赤札がついています。赤札特攻ですね。特攻で行かなきゃいけない。ね、そしてギブアンドテイクがきちんとね、行われてなかったんじゃないかなと思うんですよ。表面上ね、あったんですけれども、やはり、満足できるような状況ではなかったんじゃないかなと思いますね。はい、彼が置かれてた状況、キングオブペンタクス、はい、ちょっとやっぱりこうね、裕福なこう大きな組織のね2代目ぐらいなイメージですかね。どっちかというと1代目っていうよりも2代目の人ですね。この人がちょっとネックになっている感じがしますね。今の人ですかね、これは2代目社長みたいなイメージなんです。権力者があって、その人がちょっと うまく折り合いが合わなかったとか、
そういうふうなこともあったんじゃないかなと思いますね。ね、まあちょっとお金とかね、そういうふうなものにこだわりすぎてたりとか、やっぱりそうですね、周囲にはそういう方がいらっしゃったんでしょうかね。信頼関係がどうしても包めなくなってきたっていう感じがしますね。はい、彼の願望または不安、やっぱりこうみんながこう共に歩み合って楽しくね、3人ね、こう仲間がこう心を込めて、楽しくね、こう仕事ができるとか、そういうふうな状況になってほしいなっていうところもあったんじゃないでしょうか。はい、それからの未来ですね、名前を変えてからはもう本当に包み隠す、自分の心の内の中を包み隠す、表に出さない、もう本当に思慮深く深く行動する、じっととどまったりとか、バーッと大きく動いたりするよりかは、もうこう思慮、考えの中に、ここの自分の中に秘めたものを持っているっていう感じがしますね。そういう中で、関係性を、まあ、周りの方との関係性を、例えば切ったりとか、ね、お母様であったり切ったりとか、そういうふうな形もしてたんじゃないかなと思います。何か彼の中には深い考えがあって、それを、まあ、すごく考えていた。どうあるべきか、今後自分がどう生きるべきかっていうところに、すごく考え重きを置いていたっていう感じがしますね。それが、まあ、将来的にはやっぱりこう残っていった作品の中でも、やっぱり生と他非を象徴するこう命の根源とか、命とは何だっていうような、そういうふうな作品が多く残っていったっていうのには、やっぱりこの彼が考えていたことをどうしても皆さんにお伝えしたい気持ちがあったんじゃないかなと思います。はい、今現在ですね、はい、まああれからね3年ですけれども、まだまだね、これね、今やるべきことっていうのがいっぱいあると思うんですけど、まだまだ回復っていうか、まあ、方向性が見えてはきてるんですけれども、まだまだやるべきことがまだあるよっていう風な感じで、最初の頃はねかなり戸惑ったと思うんですね。もうそれでまあ理解者もいない、とにかく一人でこう考えて一人で行動している状況だったんで、その頃っていうの、それから名前を変えてからということは、もう他者を排除し、そして自分の殻にこもった状態だったので、そこからの進歩が難しかったかもしれないんですけども、徐々に解決の方に糸口が見つかっていくよっていう風な物事がこう整理され、行動を移すことにより解決の方向に向かっていったんじゃないかなと思います。少しずつ少しずつファンに対するメッセージもみんなが読み取れてきたので、その分は少しずつみんながこう気づき始めていくっていう風なカードになるんじゃないかな。気づかせてあげようとしているっていうかね、そういう風なカードになるんじゃないかなと思います。視点をね、まあある意味変えて私は配信をしていますが、まあ少しずつですけど変化が見られて、いい方向に向かっていく彼がね、こういう結果になりましたが、その頃も本当に自分の、根底にはもうみんながこう楽しく過ごせる世の中になることが目的なんだよっていう風なカードになります。そんな思いがあったんじゃないかな。確かにこうね、なんか納得いかないこととかね、やっぱり人間ってね、付き合っていくとね、うまくいかない人とか相性とかもありますけどね、でもいい方向に向かっていってるのでね、まず皆さんも心を、本当にこう
自分がどう生きるべきかっていうところをね、視点を置き、前向きに心明るく、何をするべきなのかっていうことを考えながら、少しずつね、自分が何を発信すべきなのかっていうところも考えながら一つずつ前に進んでいくのが、彼の心を理解することにつながるのではないかなと私は思います。はい、今日初めて見ていただきました方、チャンネル登録もお願いいたします。そして、いつも見てくださる方、いいねボタンもお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。